降立浪監督。中日の投手交代が認められない場面があった。2番手斉藤が登板中広島上本を迎えたところで大塚投手コーチがマウンドへ。話を終えてベンチへ戻る途中に立浪監督が球審に歩み寄り、投手交代を告げたかに見られたが、認められなかった。公認野球規則には、監督、またはコーチ、が投手の元へ行った後、ファウルラインを越えて引き上げたら、その投手は、その時の打者がアウトになるか、走者になるか、または投手交代になるまで投球した後でなければ退くことはできない、と定められている。大塚投手コーチはファウルラインを越えていたと判断されたとみられる。あのグダグダは監督のやりたい野球の意思疎通ができているのか心配になる光景でした。現役の時は名選手だった人も管理職になると凡人になるんだな。あそこでピッチャー変えてたら、点取られたかもしれないから、今日の MVP は、きっちりルールを守ったし。投手を変えるつもりなら投手コーチがベンチに戻ってくることは考えられないから、立浪監督が勝手に判断して変えようとしたってこと？投手コーチがドリンクとタオルを持って行って投手交代はないと思うけどな。監督の独断じゃないか？これだけじゃなく何度も何度も守備の交代の伝達忘れをしたりこの監督大丈夫？立浪ドラゴンズを象徴する出来事だな。なんじぇ今Qチャンネルは現在動画編集者を募集しています。興味のある方は動画概要にあるメールアドレスにご連絡ください。